後の巨人祭り、あるいは後のデュカス祭りは、ベルギーの都市跡で開かれる、ダビデのゴリアテへの勝利を記念して、パレードを行う伝統的行事である。2005年、ユネスコの人類の交渉及び無形遺産の傑作に、ベルギーとフランスの巨人とドラゴンの行列の一つとして、登録された。毎年8月の第4日曜日に開催されるこのパレードは、 郷土史上の人物を模した大きな巨人像が練り歩くのが特徴である。後の建設は1140年、部下のジルド・トラズニーからこの地を買い上げたエノのハク、ボードアン4世によってなされた。14世紀になると後は、著しい発展を迎え、市街を囲む兵の外には、聖人ブリュードのユリアヌスに捧げられた聖ジュリアン教会が建てられていた。 パレードはかつてはこの教会からスタートして、新市街へと進路をとっていた。開催日として8月の第4日曜日が選ばれたのは、ブリュードのユリアヌスの祝祭日である8月28日に近いことが理由である。聖書の登場人物を模した巨像が行列に参加することには、大部分は非識寺社である市民に対して、高頭でキリスト教の教えを伝える目的もあった。 フローベックの聖クリストファー、デューカス祭についてはフランス語版デューカスを参照。ありがとうございます。